夕焼けラジオ番外編でーすですゆうやです本編は毎週土曜日に配信していますがこちらは毎週水曜日に配信していますさあさあさあここ最近は番外編をもっともっと強化していこうということで<う>あのサウラが毎回企画を考えて持ち込んでくれているんですけれども今回もやります企画トライアル第3弾ドラフト会議お湯ランキングときまして 今回また新しいことやりますよ。それが、奪い合えおしゃべり主導権ぶっこみデュエルなになに長いよなにこれサウラ長いって言われてる。長いよせっかく頑張って考えてくれたさタイトルなのにもうすぐ長いって言われた。タイトル考えるのにめっちゃ時間かかったらしいですよ。ごめん。いいタイトルだね。わかりやすいね。でも説明してちょうだい。 あの前回「土曜だ」のコラボで竹重アナウンサーに、まあ、私たち完全に話の主導権を持っていかれたじゃないですか確かにな、ね、すごかったなあれぞ喋<お>りてって感じだったな完全にもうノックアウトです大きな声で笑うしかできませんでしたそうだよね、うん、あトライはしたんだけどねやっぱり知識量とトーク力で、うん、あの全ての主導権は そうですね。ということでやっぱりこれからねパーソナリティとして話の主導権を自分のところにこう引き寄せる持ってくる能力も必要なんじゃないかなということで主導権を私たちで奪い合ってその能力を養いましょうという企画になっています。わあ。パーソナリティとして。なので相手が何かエピソードトークを話している中で言葉尻であったりワードを拾ってあそれで言うと。 で自分のエピソードや豆知識をどんどんぶっ込んでいくっていうもう主導権をひたすら奪い合っていくっていういいね制限時間は五分間で最後の判定どっちが主導権握れてたかっていうのはかなごに判定してますわかった私が竹重さんになればいい話でしょで俺が竹重さんになる私が竹重竹重さゆりとしてもうこれは今ねもうブンブン言ってるよブンブン言う。 まだ始まってないから<が>、ね、<laughs> 今の気象が荒い時期になってるらしいんだよダメまだスタートって言ってからだから5分間だよどっちが最初にするうんあトークテーマをサウラが出してくれるからそれに対して喋りましょうっていう <laughs> <し>主導権の奪い合い主導権と言ったら私だ 主導権といったらもう主導権、主導権まずい。まずいです、今のは。非常にまずい。波動権かぶりしちゃった。恥ずかしい。はじゃあ,あの、最近一番笑ったエピソード、あのさゆりちゃん、何かありますか最近一番笑ったエピソードはね、そうだね。うん、あ、ある。 あのねさっきねお腹いっぱいなったのがね、うん、最近一番笑ったかな。お腹なったで言うとさ今すごいお腹空いてるんだけどさ 最近ね実は私ねすごい女子的なものを作ったのそれはねなんだと思うせーのバナナケーキバナナケーキを作って食べたんだけどあのお腹空いてるの空いてるって言うとさあのやっぱり東京とかに行くと電車ってすごい満員電車で混んでるんだよねでもこう地方に住んでると電車ってすごく空いてるじゃないですか、うん、地方で言うとさ私さや,、ね、やっぱりあの海生山公園の芝生がねすごい気持ちいいなと思ってあの芝生なんか新しくリニューアルしてからこの ね、すごいあのトゲトゲした芝生,が、ね、芝生っていうさ。う横になると、すごい気持ちいいんだよね。確かに気持ちいいですよね。うん、芝生って、やっぱりあの。あ、気持ちいいだよ。と私、この間美容院に行って、ヘッドスパやったらね、すごい、あの、あの。 強めに頭皮をしててくれすっごい気持ちよかいい目3倍ぐらい開いたの芝生に寝っ転がるとやっぱり気持ちいいですよね芝生に芝うんグランディナス白川ゴルフクラブってあれ和芝じゃなくて洋芝なんですよ洋芝の弁当芝っていう芝が使われてて洋で言うとさ私はハンバーグが好きでしょあっ洋食のハンバーグが好きでハンバーグもさやっぱふかふかしてんじゃんデビグラス派とあれは要は弁当芝なんだよね デミグラスソース派だよ私はハンバーグもさあのぎっしりお肉が詰まったものとあとさあふわふわかっていうと私やっぱふわふわ派だよねあわふわふわってふわふわで言うと押すと肉汁じゅわって出てくるふわふわで言うとさ私最近髪の毛ふわふわになった。 そのヘッドスパにドランみたいヘッドスパに入ってがしばのラフみたいががんがん強いなって視圧強めに押してもらったら押すと髪の毛も健康的ハンバーグと同じであの雨をよく吸うから水がチュワってもういいって芝生の話はもういいよ芝生よくわかんないの話だから雨が多い季節とかは結構ね サスペンデーななっっっちゃって大会が中止になったりするんだよね雨で,雨で言うと私最近あのねあの傘買ったんだけどあのなんだっけ <laughs> あのあ,あれ日傘にもなって雨の日でも使えるこう兼用の傘すごい役に立つよ特に今の時期まだ日差し強いでしょ兼用ってさ、うん、言うじゃないですか、うん、あの兼業農家が今増えてんだよね あの農業だけじゃなくて会社員とかやりながら一緒にこう二足のわらじで頑張る兼用兼用兼業兼業農家が増えてる農業でいうとさ私さこの間食べたあのトウモロコシのスープがすごく美味しくて昨日な郡山市の昨日鈴木農園で取れたトウモロコシを使ってるトウミニマルあれのね すごく甘いトウモロコシのスープだったの。トウモロコシ自体が甘くて、しかもね、ねびっくりするのがそのそのねトウモロコシのスープにのってたのがなんとなんとポップコーン。トウミギマル、ね。ポップコーンがのってる。トミギマル。あのマルさんというとさ、あの報道部に来たあの新しい局長がマルさんね。すごい優しい。<ー>本当にこう甘い。 優しい声をかけてくれる甘いで言うとさ、その遠右丸の甘さっていうのは糖度20ぐらいあるって言ってて、私、感動しちゃった広島から巨人に移籍してきたんだよね、郡山市の丸,丸選手ね。う違いだろうそれは <laughs> あと東京駅の横にも大きなデパートある。たあ,、まあれ、大丸。あれまれ 丸,丸で言うと大丸、うん、大丸で言うと、うん、私最近顔がどんどん丸くなってきちゃってさ、うん、アンパンマンみたいなんだよねアンパンマンあのん泉が森のパン屋にあるくるみあんパンが美味しいねくるみくるみ、うん、あくるみ、うん、くるみで言うとやっぱミスターチルドレンのくるみの歌好きだなくるみの歌なんてあるの、ね、くるみーって言ってねあれ大学時代よく聞いてたなうんミスチルと言ったらさ 高ければ高い壁の方が登ったとき気持ちいいもんなっていう歌詞があるけど私それで受験頑張れたんだよねだから今があるんだミスターチュル321というとさ 1>, 1, 1がやっぱり,り <laughs> 判定をどうぞあ<ー>やっはははははは動はは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 は 知識で言ったら、あの石井さんかもしれないけど、芝の話とか。<laughs> その、なんつうの。豆知識をぶっこんでこよとて、こういうこと。小野さんは、<laughs> 自分の面白かった話を。<laughs> そ,うてしててそうね。面白かっでこれ一番心配なのは、さ、私たちは楽しかったけど、聞いてる人、は大丈夫?。具合悪くなってないかな?。どうだった?。さうら聞いてて。 思ってた感じじゃなかったじゃあこの企画は本編に昇格する可能性はありますかありませんかありよりの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 最近パクチーハマってるから東南アジア系の料理にハマってますね。 梨といえばさ香水が一番私は好きだな香水より香水かな。さあ えーとですね、え番組では皆様からのメールを受け付けておりますキキてて番外編のトークテーマやラジオのダメ出しいいコーナーのアイディアなど何でも送ってきてください千葉県も、ね、あの梨が有名でですねふ、ね、なっしーなんていうねあの、うん、よくわからないキャラクターなんかもいるんですけれどもね黄色い,黄色いえっー,ーはね、えー、そ,れそして番組のホームページの応募フォームからもしッだけじゃなくてねやっぱり千葉県っていうのは楽観 ラッカっていうのもねのもなかなか人気なんですよねラッカセイで言うとさラッカで言うとさ北方にも美味しい落ッカ屋さんあるの知ってる投稿はすべてひらがなで <laughs> ハッシュタグをゆラじでお願いします番組公式スのフォローもお待ちしていますそれでは皆さんさようなら落ッカセイ綺麗に割れるあ爪は食われるくるみ割れる やったことないあれ硬いんだよねくるみといえばやっぱミス,ミ,ミスターチルドレンのミスターナシゴレン <laughs>